どうもこんにちは、ベニクラゲです。現在 MCC とのコラボで特設サーバーがありますが、そちらで入手できるマントを皆さんは入手しましたか？今回はそちらの入手方法を紹介していきますので、まだ入手できていない方はぜひ参考にしてみてください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。まずは帽子を買います。コインが必要なのでゲームをして貯めていきましょう。ショップはメルトダウンの方へ入って、右に曲がります。このオブジェクトのところですね。この建物の左の方です。マスコットの帽子ですね。すべての帽子を使うので買うことのできる分買っておきましょう。まずウサギのニット帽のミッションから、帽子をつけるのを忘れずに、この赤いやつに50回乗ります。でももっと効率よく進めたいですよね。そんな方は2つ目のエリトラのところで、赤いやつがあるので、壁に向かってそこへ戻るを50回繰り返しましょう。同時にコインを集めたいならあまりおすすめはできませんが、終えたらこんなアイテムももらえます。ちなみに他のも同様。続いて使うのは山猫のニット帽。ミッション内容はスピードブースト200回乗るというものです。これも効率の良い方法があります。始まってすぐのところで半幅移動します。これを100回しましょう。山猫のニット帽つけてないと全部無駄になっちゃうので気をつけてくださいね。次はオウム帽。この帽子をつけた状態でエリトラ装備を25回。これは効率的な方法がないので頑張りましょう。あとこのエースレースをクリアしてもミッション1つクリアです。これで4つのミッションがクリアとなります。続いて被るのは黄色の薬帽子。そしてメルトダウンで遊んでください。ミッションは350体の凍ったモブを倒すこと。モブは弓矢でいれば凍ります。そして殴れば倒せます。こんな感じのことを350回しましょう。そしてメルトダウン状態になると脱出ができるので、できるだけ脱出はしましょう。3回脱出できたらミッションクリアとなります。続いては黄緑ラマ帽。メルトダウンの方から、道を進むとあるおもちゃ山で行きます。ここですね。プレゼント用ボックスを10個買ってください。適当にプレイヤーをタップしていたらプレゼントできるはずです。10回できたらミッション達成。続いては緑ヤモリ棒で、ブリッドランナーの絵を写せまで行きます。何度か挑戦して合計200ブロック分塗ったらクリアです。なるべく面積の多い色を選んで塗りましょう。紫パンダ帽子をかぶって、ケーキを焼こうへ行って、何度かやって材料を合計200個集めます。サトウキビとかは生えるスピードが割と早いので、誰もいないならおすすめです。牛乳もおすすめ。あと真ん中に持っていかないといけないので時間も見てくださいね。水色のウーパールーパーの帽子で、ブリッドランナーの最後のここで、この失われし真珠を見つけましょう。ウーパールーパーの帽子でこれに触れたらミッション完了です。ウーパールーパーの帽子で撮った動画どっか行っちゃったんで帽子違うのは許して、あとこのゲームクリアしてもミッションクリアできます。帽子なしでもいけるやるやつです。水色コヨーテ帽子をつけます。そしてコインの塊みたいなやつを75個集めます。割としんどいかもしれませんが意外としんどいかもしれません。時の砂で時間を伸ばしつつ、入って2分経ったらポータルから元の世界へ戻ってください。時の砂ではもう一つミッションがあります。青いコウモリのニット帽を頭につけて、この時の砂を集めましょう。何度かやって合計で100個集められたら OK です。これで洞窟ミッション以外の全てのミッションが完了となります。このサーバーには洞窟があり、このイラストから謎を解いてミッションをクリアしていきます。5つずつ紹介していきます。まず1つ目はサーバーに入ってすぐの、このマクドナルドみたいな王冠の上で、スマホなら上のやつ PC なら B キーを押して手を振るエモートをします。これでクリア。続いてはおもちゃ屋でパーティーポッパーを買い、時の砂で、ここに構造物があるので、その前に立って、パーティーポッパーを鳴らします。似たような構造物があるので間違えないように。3カメはエースレースの虹の道を降りて、王冠をかぶったアヒルがあるので、その下の水に入ります。銅の穴があるので、手前の感圧板を使ってトラップドアを開けます。この地下の空間で進んでいくと、エンドポータルみたいなやつがあるので、この中に入るとミッション完了です。続いてはまたもやおもちゃ屋からミラーボールを買います。おもちゃ屋にあるもんなんだ。そのままグリッドランナーに入って、動画のように進んでください。
この絵を写すやつのところですね。階段を登って。この星目のやつの前で、ミラーボールを使いましょう。これでミッションクリアです。続いては時の砂方面へ行って。食べ物屋でケーキの1切れを買います。そしてメルトダウンへ。動画のように進んでください。危ない。このヘリポートの上でケーキを食べます。食べたらウッケーキってなんなんだ。次は花火を買います。そして山に登ります。登るのは少し長いので割愛。この一番高いところまで登ってください。ここです。この頂上で花火を打ち上げます。最後はエースレース。序盤は普通に走ってください。このエリトラエリアの前で、こんなのがあるので、拍手して開きましょう。進んでいきます。よく見たら洞窟チャレンジ関連の壁ですね。
エルの王子様がいます。いやでもキスしましょう。なぜなら彼は王子様です。これで洞窟チャレンジもクリアです。忙しくて編集が遅れて投稿するときには多分残り数時間とかでしょうね。こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。